はい、マコでございます。今回もよろしくお願いします。ついに人造人間が現れる日になった。 Z 戦士たちはトランクスに教えられた場所に集合した。ブルマさん、やっほー。あら、大きくなったじゃないのご飯くん。バカだな、おめえまでなんでここに来たんだよ。見学に決まってんじゃない。大丈夫よ、人造人間を一目見たら帰るから。俺はそんなことよりブルマさんが抱えてる物体の方が驚いたけど。結婚したんですね、ヤムチャさんと。俺の子じゃねえの、とっくに別れたんだ。俺たちは誰の子か聞いたら驚くぞお前ら。父ちゃんはベジータだよな、トランクス。なんでそんなこと知ってんのよ。私驚かそうと思って誰にも連絡してないのに名前まで当ててるから、旗から見たら超能力者だよ。いやそんな気がしたんだ。なんとなくさ、顔がベジータにちょっと似てるだろ。そんなくだらん話をしている時だと思うのか。でそのベジータどうしたんだ、姿が見えんが。私知らないわよ、今一緒に住んでるわけじゃないしさ。でもそのうち来ると思うわよ。この日に備えてすごい訓練やってたみたいだし。来るさ、絶対あいつは来る。俺たちもこの日に備えて修行したんだ、この戦いについていける。天さん、僕も頑張る。お前いねえだろさっきからおかしいと思ってたけど。原作は天津飯が置いてきたんだよね。ああ、期待してるぞ。天津飯、チャオズ。その時ヤジロベエがやってきた。これカリン様から差し入れのセンズだ。センズのカードをもらった。じゃあな、俺はおめえたちと違って死にたくねえんだよ。と言ってさっさと行ってしまった。その時、ヤジロベエのスカイカーが爆発した。これで死んでないから、やっぱりヤジロベエも強いよね。何かがいるぞ、あれが攻撃したんだ。まるで気を感じなかった。人造人間だから気なんてないんだ。気が感じられないのであれば直接目で探すしかない。よし、みんなで散って探そう。悟空、ここはみんなで行こう。嫌な予感がするんだ。わかった、ブルマ、ヤジロベエのことは任せたぞ。ブルマじゃなくて本当はご飯ですね。行くぞ。マップ見ていきましょうか。お、家があるね。あと悟空に関してなんですけど、トランクスからもらった未来の薬を使ったので心臓病にはなりません。本当は原作通り進めたかったんですけど、そうしなかった理由は新しいスパーキングコンボが使えなくなって、さらに悟空を使用できるようになるのがかなり先になっちゃうらしいんですね。あー、やっぱりな、今人造人間いなかったじゃないですか。その理由は後で説明します。ちなみに悟空が心臓病になった時の展開の違いを見ます。これは空ら辺で亀仙人と父、どっちかを選択する時に加入しなかった方が仲間になります。まず父、くそ、力が出ねえ、こんな時に心臓病になるとは。ご飯、悟空を連れて戻り例の薬を飲ませてこい。ご飯は悟空を連れて戻った。原作で例の薬を飲ませてこいって言ったのはベジータで、連れて戻ったのはヤムチャです。お父さんに薬を飲ませましたが意識が戻らないのです。悟空が Z 戦士のチームから抜けてしまった。こんな非常時だ、悟空さんの代わりはオラがやるべ。悟空に代わり父が仲間に加わった。次に亀仙人、まさか悟空がわしにだって何かできることがあるはずじゃ。悟空に代わり亀仙人が仲間に加わったとなります。悟空をスーパーサイヤ人状態にするとこんな感じになりますね。でオリジナルの時もそうだったんだけど、人造人間が目視できなかった理由は気がないから感知できないっていう原作を再現しているからで、じゃあどうすればいいのかというと、ここから北東の方角に怪しい奴らがいたよ。今みたいに一般人から人造人間のいる方角を教えてもらって探していくということですね。ここが隠し Z マス。ウーロン、お前ら連携攻撃は使いこなしているか。 S コンボの発動優先度は戦闘へ参加した順かつ S コンボの一覧で上にある S コンボから条件を判定しています。オプションの中に S コン発動優先度という項目がありますが、この設定を自分で設定するという設定に変更することにより、その S コンボの発動優先度をプレイヤーが決めることができます。途中で設定をデフォルトに変更しても以前の並びは保持されます。
設定はキャラごとに設定が可能です。またサイヤ人の設定は通常時とスーパーサイヤ人で別々に設定が可能です。ただし両方使える技の順番を変更した場合は自動的にどちらも順番が変わるようになっています。一見デフォルトより良い機能に思えますが、自分で設定するにした場合は適宜設定を変更しないと条件を満たしても発動できないこともあるので注意してください。デフォルトではそういったことはありませんので、ゲームをやり込まれる場合は自分で設定するを、細かな設定を望まれない場合はデフォルトをおすすめします。お前ら頑張ってくれよ。ウーロンとプーアルとブルマの母とブリーフ博士のカードをもらった。もう一回来ると、また連携攻撃の優先度説明は必要か。いいえ、お前ら頑張ってくれよ。ここだな。いた、見つけたぞ人造人間。貴様は孫悟空だな。これでたくさんのエネルギーが手に入る。その時ベジータが現れた。原作だとベジータが現れるのは悟空が左の19号と戦ってる最中に心臓病が発病して窮地に追い込まれた時に助けるんだよね。人造人間とは噂ほどではなさそうだな。人造人間はエネルギーを吸い取るため襲いかかってきた。戦う前に悟空が離脱してる時のセリフの変化を見ます。見つけたぞ人造人間。孫悟空の姿が見当たらないが、まあいい、貴様らのエネルギーをいただくとするか。その時ベジータが現れた。人造人間とは噂ほどではなさそうだな。クソ、悟空はまだ心臓病で倒れたままか。今こそあいつの力が必要なのに。人造人間はエネルギーを吸い取るため襲いかかってきた。よし、二人ともぶっ壊してやるよ。19号 HP6500、 20号 HP5800。これは強力エネルギー波なんだ。ああ、エネルギーが吸い取られる。油断してやがったな。ご飯食らいやがれ。おお、はい、強力エネルギー波。うわ、両手で吸い取ってる。スーパーサイヤ人の俺を半殺しにするんだ。こんなチャンスめったにないぞ。またか。いや違うな。おお、原作通りエネルギー派なんだ。胸を貫くんじゃないの。さすがにエグすぎるか。パーキングコンボ43個目、指針の剣カメハメハ、終わりだ。その頃トランクスが再び未来からやってきたが、壊れた19号を見て驚いた。みんなは何と戦っているんだ。一方20号は19号を壊され焦り始めていた。貴様らがいくら強くても17号と18号には勝てんぞ。このセリフの前にトランクスが来るんだけどね。ああ、あとブルマとヤジロベエもだ。20号はエネルギー波を打ち逃げた。その後トランクスがやってきた。トランクス、トランクス、トランクスだと。ベジータのセリフは心の声ですね。お、俺のガキと同じ名前、同じ名前だ。未来から来た。そうか、だ、誰なんですかあいつらは。てめえの言ってたやつらじゃねえのか。カカロットの病気もてめえの言ったことは全部デタラメだ。歴史がずれてしまったとしか考えられない。とにかくやつを追うぞ。近くにいるはずだ。原作だとこのタイミングでご飯も抜けますね。さっきの20号のエネルギー波でブルマとヤジロベイが乗ってきた飛行機が撃墜されちゃうから送っていくんだよね。20号はどこに行った？ああ、この洞窟だ。なかったもんね。あとトランクスが加入したので能力を見ましょう。レベル43。私がレベルを上げすぎなければ他の人たちもだいたいこれぐらいなんだろうね。必殺技はエネルギー波、剣攻撃、魔閃光、バーニングアタック、 S ソードアタック、スーパーサイヤ人と。ちなみにベジータをスーパーサイヤ人状態にするとこんな感じになって、トランクスだとこうなりますね。じゃあ洞窟に向かいますか。 Z 戦士たちは研究所にたどり着いた。しかしすでに17号18号は目覚めていた。孫悟空の仲間を殺してこい。ぐ、な、何をする。いきなり17号の拳が20号の体を貫いた。貫くのはもうちょっと後でしょう。
うるさいクソジジイ、俺たちはやりたい時にやる。この16号って私たちと種類が違うんでしょ。やめろ、そいつに触るんじゃない。構わん、16号動かすんだ。この後に本当は20号の胸を貫くんだよね。そういうが早いか、20号あっという間に壊してしまった。この人造人間たちを作ったドクターゲロの正体は20号ですね。これ以上人造人間を増やしてたまるか。トランクスがいきなりエネルギー波を打った。しかしそれくらいではびくともしなかった。知らない、見たこともないぞ、あんなやつ。人造人間たちはそのままどこかへ行ってしまった。行っちゃった。どうするつもりなんだ、あいつら。どこへ。この俺がここにいるんだ。無視しやがった。目に入らなかったとでも言うのか、ふざけやがって。原作だとこのセリフの後にスーパーサイヤ人になって一人で人造人間たちを追いかけていくんだよね。このまま放ってはおけない、みんなで後を追いましょう。 Z 戦士たちは人造人間の後を追うことにした。人造人間たちはどこにいるんだ。ああ、いたいたいた。結構遠いな。17号どうして歩くの。楽しみながら行こう。急いだって意味はない。そういうの好きだね、人間っぽいとこ残ってるんじゃない。17号18号は人間ベースで、16号は無から作られたんだよね。あと名前は17号がラピス、18号がラズリですね。その時 Z 戦士たちが追いかけてきた。先に来るのはベジータ一人で、18号と戦って、その後に Z 戦士たちが追いかけてくるんだよね。よう、まだこんなところにいたとはな。ところでてめえら、どこへ行くつもりなんだ。あんたなんかには関係ないわ。ふん、だがそれはできんな。俺が貴様らを片付けてしまうからだ。サイヤ人というのはどうも自信過剰らしいな。人形のくせにガタガタ抜かしやがって、ぶっ壊してやる。ベジータに続き Z 戦士も飛びかかった。戦う前に悟空が離脱してる時のセリフの変化を見ます。よう、まだこんなところにいたとはな。ところでてめえらどこへ行くつもりなんだ。孫悟空のところよ、殺しにね。おお、原作通りだ。おし、ぶっ倒す。17号 HP7500、18号 HP7200。 きた、強力エネルギー波。強力エネルギー波でしょ。やるぞピッコロ。 OS ショット、絶好のチャンス。いきますよクリリンさん。おう、ご飯。ベジータ、おいしいところ持っていきやがれ。天攻撃マセンコ、俺の一撃を受けろ。バーニングアタック、 S ソードアタック、バラバラにしてやるぜ。ハメハメハランブ、俺たちの力思い知れ。9丸ごと超決戦。消えろ。パーキングコンボ44個目。大師匠と孫弟子と。データが間違っていたのか。奴らがこれほどまでの強さとは。本当は全員ボコボコにやられます。そうだ16号、あんたの力が見たいわ。やってみてよ。このセリフはベジータと戦う前に言うんだよね。で断られて、じゃあ私がやるみたいな感じで始まると。お前ももともと孫悟空を殺すために作られたんだろ。分かってる、お前たちは下がっていろ。こいつはさっきのやつと何か違う。みんな気を抜くな、本来戦わないけどね。先ほどと同じく戦う前に悟空が離脱してる時のセリフの変化を見ます。そうだ16号、あんたの力が見たいわ。やってみてよ。断ると言いたいところだが、そうも言ってられないようだな。分かってるらしいぜそいつには、この俺の実力が。言ってたな。じゃあ始めますか。16号 HP8000。 分かってるよ、強力エネルギー波だろ。パーキングコンボ45個目、ダブルマセンコ。まさか16号まで
データと違うじゃないか。ドクターゲロのやつ何を見ていたんだ。人造人間たちは逃げるようにその場から飛び去った。おかしい、やつらはあんなものじゃないはずだ。また歴史がずれてしまったのだろうか。貴様の言うことはやっぱりデタラメだ。未来ではあんな奴らに俺は殺されたのか。信じられんな。まあまあそう言うなよベジータ、天津飯そんなこと言わないだろ。うん、どうしたんだピッコロ。ピッコロが何かを感じ取ったようだ。そのままピッコロはどこかへ飛んで行ってしまった。ピッコロ行っちゃった。そもそもお前はいないんだけどね。急にどうしたんだピッコロは。あなたも原作だと悟空のこと看病してるからいませんけどね。ピッコロはあっちの方角に飛んでいった。そこに何があると思う？あっちの方角？さあな、思い当たらんが、俺も知っているところか。神様んちだ。ピッコロ、ちなみに人造人間たちに負けた時のセリフの違いを見ます。安心しろ、まだみんな死んではいない。クリリンだけは戦いに参加してないから無事なんだよね。そう言って再び人造人間たちはどこかへ行ってしまった。どこかへ行く前に18号がクリリンのほっぺにチュッてして、クリリンが意識しちゃうんだよね。 Z 戦士は全力で戦ったが人造人間にはかなわなかった。絶望的な感覚にとらわれしばらくそこを動くこともできなかった。でピッコロはどうするつもりなんだ。教えろよ、仲間じゃないか。仲間だと調子に乗るなよ。この俺がいつ貴様らの仲間になった。俺は魔族だ。世界を征服するために貴様らを利用しているだけだということを忘れるな。ピッコロもどこかへ行ってしまった。いいね、原作通りだ。さっきは何も言わずに飛んでっちゃったからね。確かにあいつはピッコロ大魔王だったな。俺もすっかり忘れていた。俺は世界征服なんて嘘だと思うな。あいつも悟空やベジータと一緒さ。ただどんな奴よりも強くありたい、そう考えているんだと思う。だから最後のとっておきの手段のために飛んでいったんだ多分な。このやりとりもあったねピッコロ。ピッコロは神様の神殿にやってきた。来たかピッコロ。神様は新たなる敵を感じていた。てめえ一人だけ楽しみやがって。何を見たのか詳しく喋ってもらうぞ。わかった。だがわざわざ話す必要はない。私とお前が融合して一人になればそれで見たことがわかる。どうやら相当の化け物を見たらしいな。今の地球に必要なのは神ではない、強者なのだ。ピッコロは変わった。かつてのような邪悪な心はもう随分消えておる。融合すれば再びまた別れるようなことはもうあるまい。いろいろ世話になったなミスターポポ。しょんぼりしちゃうんだよねミスターポポ。ピッコロと神様は融合を始めた。ピッコロと神様の融合が完了した。信じられんほどのパワーだ。さようなら神様、死なないでください。もう神でもピッコロでもない、神コロ様だ。本当の名も忘れてしまったナメック星人だ。じゃあ行ってくる。その化け物と戦うために下界へ降りた。この町にはもう誰もいない。うん？ピッコロは気配を感じた方を振り向いた。私の名前はセール、ドクターゲロの人造人間だ。より強い完全体となるため未来からやってきた。私が完全体になるには17号18号が必要だ。だが未来には彼らはいないのだ。私が完全体になれば想像を絶する力が手に入るのだ。そうか、だが完全体とやらにさせるわけにはいかんぞ。もう戦っているんだけどね。で追い込まれたふりして、今のセルのセリフもそうだけど、いろいろと喋らせるんだよね。ピッコロはセルに戦いを仕掛けた。この戦いは4ターン経過で終了するんですけど、倒すことも可能で、セリフが少し変化するらしいです。見たいけど現時点では無理ですし、今後もこういった感じの敵が出てくるらしいので、倒した時のセリフの違いについてはまたまとめて出したいと思います。神様と融合したから何か変わったかな。おお、
新しい必殺技が使えるようになってる。激烈光弾、魔空包囲弾か。ヘル HP 9000。これはカメハメハ魔空包囲弾。避けられるかな。受けてみろ。囲んでズドン。激烈光弾。おお、演出かっこいい。完全体ではない貴様にとってこの状況では勝ち目があるとは思えんが、どうする。セルとピッコロの戦いに気づいた Z 戦士たちが近づいてきたようだ。確かにこの場は退散するしかないだろうな。しかし17号18号は必ず手に入れてみせるぞ。太陽剣。しまった。油断した隙にセルに逃げられてしまったピッコロは到着した Z 戦士たちにセルの話を聞かせた。しかしその頃16、17、18号たちはセルの存在など知らずに旅を続けていた。セルが来た未来やトランクスが来た未来にもいなかった16号とは一体何者なのであろうか。セルは人造人間たちを吸収して完全体になってしまうのだろうか。果たして Z 戦士はそれを阻止することができるであろうか。終わり。今度はオラがやる。はい、出ました伝説のエンディング。オリジナル版はここで終わって、これ以降は発売されてないんですけど、この続編が作られたということで、もうマジで楽しみ。これで Z3 烈戦人造人間編は終わりですね。ではここまでにしておきます。高評価、コメント、チャンネル登録もちょっとでもしてもいいかなと思っていただけたらよろしくお願いします。ではありがとうございました。バイバイ。